せーの。よし、さあ、見たで。ご家庭市場センターの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回、特別企画スタートします。お届けするのは日本最大級のドゥカティストア、ドゥカティ千葉セントラル。2020年には年間の総合評価が最も高いドゥカティディーラーオブザイヤーを受賞。そんなドゥカティ千葉セントラルのストアマネージャーを務める長谷川隆に話を聞いていきましょう。ということでですね、もう今回はつべこべ言わずに主役を呼んじゃいましょう。いやー、来ました。ドカティ千葉セントラルの YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。どうやらやってみたかったんです。モノマネですね、はい、ありがとうございますありがとうございます。今回は特別企画ということで、はい、そうですね、やってまいります。お、どちらに。西日本一周ツーリング。すごいですね、こうまた盛大な企画を。いや、長谷川さん、私何を隠そうですね、はい、昨年2021年、はい、1年間で実は1回しかバイク乗っていないんですよまあコロナっていうのもあって、はい、昨年の11月にお店のイベントでやった西伊豆ツーリング、はい、その1回しかバイク乗ってないんですけど、そうですね、今回約ですね、はい、2600キロぐらいの長旅に挑戦することになりました。おー、まあまた どうしてこんなことに。皆さんご存知だとは思うんですけども、ドゥカティのムルティストラーナ V4、 こちらがですね、やっぱり素晴らしくいいバイクなんですよね。そうですね、まあ、ご覧いただいている YouTube チャンネルでもたびたび登場してきてると思うんですけれども、大絶賛ですよ、大絶賛です。でそれはなぜかって言ったら、昨年の11月に西伊豆に行ってきました、一泊ツーリング、私、はい、乗ってたんですよ。乗ってましたね。もうご覧いただいている方いらっしゃると思うんですけど、初めてムルティストラーナ V4 をロングツーリングで使ったんですけども、本当にエンジンの性能はもちろん車体性能だったりとか、あとはもう話題になっている転送系ですよね、はい、クイックシフターだったりとか、電車だったりとか、あとはアクティブクルーズコントロール、はい、もう素晴らしいですよ。なんかオートバイ乗りはアクティブクルーズコントロールなんかいらないよと、操作してなんぼだよっていう方多いと思うんですけど、僕もそうでした。実際に僕もクルーズコントロールなんていらないって、アクセルひねるのがバイク乗るの楽しみだと、ギアチェンジするのもクラッチ抜くのもそれがバイクの操作する楽しみだと僕も思ってましたけれども、1回使ったらもうやめられない。そうなんですよね、もう快適装備のもう、しかも完成度が高いからこそですよね。そうなんですよ、感動をですね、ぜひ皆さんにやっぱり届けたい、うん、このムルティストラーナ V4 の良さをさらに皆さんに私を通じて伝えていきたいなって、そんななんか溢れる思いからですね、まあ、今回西日本ツーリングというものにチャレンジしようかなと思っております。長旅ですね、また長旅です、はい、全行程が5泊6日うわ行ってまいります、はい、ルートはですね、まあこの後追ってご案内していきますけども、まずは静岡に入って、そこから和歌山行きます、愛媛行きます、熊本行きます。おお、もうフェリー使ってます、ね、使ってます、はい、で岡山行って琵琶湖の前にまで行って、で東京に帰ってくるいう、まあ、ざっくりとこう日本地図を思い浮かべてもらえれば、ああこんな感じだなみたいな。そうですね、きっとこの辺にルート地図出てる出てるかなかなりね、短い期間でも長旅になるので、もうなかなか観光名所というところには寄りづらいんですが、はい、ただ今回の目的は何度も言いますけども、ムルティストラーナ V4 の素晴らしさというものを皆さんに伝えたいがための企画でございますので、はい、ぜひこれ楽しみにしていただければなというふうに思っております、ね、ところで、はい、準備はできてるんですか。準備、はい、どうしようか、まあ、それだけ長旅なんでね、やっぱりバイクも万全に、そして装備も万全にしなきゃいけないと思うんです。そうだよね、はい、いや俺バイクのことしか考えてなかった
あまりにもすごいからね、バイクのことでいっぱいいっぱいだったんだけど、そうか。はい、すっぱらかにぶやけていかないの。着るものね。そうですね。やっちゃったー。なんでね、そこをバイクの準備とともにですね、ウェアの準備と、この後、その模様をですね、ご覧いただければと思います。まあ、とりあえずじゃあ、飛んでみっか。飛んでみますか。飛べばなんかなるんだろうな。なるほど、変身ですね。ちょっとやってみよう。はい。じゃあ行くぞ。せーの。あれ、何もなってないなってなってない。もう一回やってみよう。せーの。おすごい、変身しました。変わった。とりあえず飛びました。これ俺誰か分かるかなこれ誰でもいいか、誰でもいいやとりあえずこんな感じで行っていきたいと思いますけど、はい、オールドカティ解説をお願いします。はい、今回ヘルメットドカティツアーヘルメットですね、にインカムドカティのカルドを入れています。インカムですね、すごく高性能です。もう一つ一ついったらとんでもない情報量になるんですね。これが上下アタカマ C2 プラスという最新のドカティのツーリングウェアです。めちゃくちゃ暑い今真冬なんですけど、めちゃくちゃ暑いです。暑い。これ3枚レイヤーになってて、完全な防水で防風防寒ですね。で、さらに安全性の高いジャケットということでですね、しかもブーツまで防水のツーリングブーツということで、もう最強ですね。汗すごいヘルメットの中やばいどうですか、もう冬でも。いや、もうこれだったらね、防水だし、雨降っても関係なく西日本行ってやるでって感じ。これでさ、ヨルキストラーダ V4D この装備だったら本当鬼に金棒だよね。そうですね、これはもう真夏だろうが真冬だろうがどこでも行けちゃう。いや、もう本当になんか、ね、日本って狭いからとか走る場所ないからって思われがちですけど、はい、ヨーロッパ大陸と日本大陸比較したらまあまあ日本でかいからね。そうですね、まあ、今回も約2600キロの旅ということで、はい、これで走り抜けたいと思いますんで、お行ってまいります。はい、というわけで出発ですね。楽しみに待っててください。はい、こうご期待ということでお願いします。というわけで、今回西日本一周ツアーのエピソード0ご紹介しました。行ってきます。はい、寂しいな。なんかこの後みんなでなんか楽しくご飯とか行かないでくださいね。じゃあ行ってきます。行きます。1日目、静岡に到着しました。今日はビジネスホテルに泊まります。ここまで240-250キロぐらいですかね。千葉のドガティ千葉セントラルを出て比較的空いてたんですけれども、素晴らしく快適な旅でしたね。アクティブクルーズコントロールがすごく良くて、まあそれだけじゃなくて、やっぱその車体の安定感っていうのがやっぱすごくあったんで、走ってても怖くなかったですし、非常にバランスの取れた直進安定性の優れた車両だなっていうのを改めて感じました。また明日頑張ります。おはようございます。2日目の朝ですね、2月28日月曜日です。今日この静岡のインターの近くのホテルに泊まりましたけれども、今日からまた出発ということで、今日は和歌山県の串本に
行きたいと思います。ブルティストラーダなんですけども、すごくいいなと思ったのが、このインナーバッグめちゃくちゃ便利です。やっぱり荷物ね、長距離パンパンになっちゃうとどうしても入れづらかったりするんですけど、このインナーバッグがあるとですね、非常に簡単に荷物梱包できて、かつバイクにも収納すっぽり収まりますし、朝の身支度がものすごく効率的に短縮できます。このインナーバッグはもうパニアケースつける方必須ですね。かなりおすすめです。それでは2日目出発していきたいと思います。